皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは高校入試の過去問練習、この過去問をやる理由、意味についてお話したいと思います。今12月半ば、高校入試まで1ヶ月半2ヶ月半と迫ってきています。そろそろ過去問をもう始めている人いるかもしれませんよね。高校入試の前、絶対過去問皆さんやると思うんですよね。当たり前のようにやるんですけれど、なぜ過去問をやるんでしょうか。単純に言えば慣れるためですけれど、もうちょっと深く考えてみましょう。まずメンタルの面からですね。メンタルの面から、実際に過去に出た受験問題、これをやることで高校受験がより身近になって、実は意識が変わってきます。勉強に対する意識が変わってくるんですよね。高校入試前の中学に入ってからのテスト覚えています？定期テストとか実力テストありましたよね。あれって不合格ってないでしょ。合格もないけど不合格もない、終わってしまえばそれで全て、こんな感じだった。でも高校入試では合格と不合格あるんですよね。実際に過去問をやることで、あ、合格不合格があるテストなんだということに気づいて、勉強に対する意識が少しずつ変わってきます。そして具体的な対策ができると、これも大きいです。問題を解いてできたできない、それだけじゃなくて、大切なのは分析、その問題の分析をすることです。公立高校は全て同じ入試の問題を解くんですけれど、私立の場合それぞれの学校によって問題が違っています。ですから受験する学校の問題数とか出題傾向、出題の範囲、答え方など、これがはっきり分かって勉強するのとそうじゃないのでは大きく違いますよね。もちろん結果に影響します。ですからまずできたできないって、相手が取れたじゃなくて、問題を分析してそれを受験勉強に生かしましょう。合格するにはどのくらいの得点が必要かと、全部満点じゃなきゃ合格できないってことはないでしょう。何点だったら合格できるってのは必ずあります、ね、そういうことをまず意識して、自分はあとはどの部分で得点できるか、どこの部分が間違いやすいかというのを知ることができます。合格するにはどのくらいの得点が必要かということについては、自分だと本人だと分かりませんよね。ですからこの部分はぜひ塾の先生に聞いてください。中学3年生を教えている塾の先生だったら、この学校だったらこのくらいの得点で合格しているっていうのが分かるはずですから、ぜひ塾の先生に相談して、じゃあ自分はどの部分で点数を取れるようにするかと、どうしたら合格点にたどり着くような勉強ができるのかと、そういう部分は相談してください。そして時間内で終わらせる、このためにはどのくらいのスピードで問題を解いていけばいいのか、こういうことも分かりますよね。ただ過去問をやっていて時間を意識しないで解いてできた、でもよく時間を見てみると時間を大幅にオーバーしている、そういう人がいますね。実際のテストはベルが鳴って始まって、ベルが鳴って終わると、問題が終わるまで待ってくれるわけじゃないんですよね。その時間内で問題、解き終わらなきゃいけないので、どのくらいのスピードで問題解いていけば終わるのか、そういうことも分かるんですね。ですから時間を意識した勉強、これもとても大切なんですね。ですから過去問をただなんとなくやるんじゃなくて、合格できるための勉強法、具体的な対策をするための勉強法として過去問は生きてくるんだと、そういうことをここで覚えておいてください。
今回は過去問をやる意味についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。